パスカとプイー参加。スーパーマーケットで売られるパスカ。2011年、キーウで撮影。パスカは、ウクライナ、ルーマニア、ポーランド、スロバキア等の中央、東欧の国で復活祭の期間中に、キリスト教信者が食べるパンである。アメリカ合衆国、カナダ、イギリス等、該当地域からの移民が多い国でも食べられることがある。パスカはバター、卵、 砂糖から作られる。また、艶出しに卵と水を混ぜたものが使われる。パスカの様々な特徴には、キリスト教の象徴が関連付けられている。例えば、パスカの中身は黄色と白色の渦模様になっているが、これはキリストの復活を、白い部分は精霊を表していると言われている。また、マラスキーのチェリーが入れられる場合もあるが、これはキリストの復活を祝した。 ロイヤルジュエルを象徴していると言われる。パスカは卵、牛乳、ビートを、ホースラディッシュ、キルバサと混ぜたチーズに似た淡白な甘さのフルドカと呼ばれるカスタードと一緒に食べられる。アメリカ合衆国にはメノナイトとモロカン派によって持ち込まれたと考えられており、アメリカ合衆国中西部でピエロギーやキルバサ等の西ヨーロッパから伝わった他の食物と共に食べられる。 アメリカ合衆国のパスカは小麦粉、クリーム、砂糖、卵、バター、固形イーストから作られる。スライスしたものにカッテージチーズと卵黄から作られたチーズスプレッドが塗られることもある。白いアイシングが施されることや虹色に着色されることもある。アメリカ合衆国の一部で作られるホワイトレーズンを使ったものは 天国から降りてきた、生きた、パンを象徴していると言われる。このパンは伝統的に復活祭の日に食べられる。ありがとうございます。